北香織と申します。2003年の4月5日から、ギャラリーフェブとダンディゾンパン屋を始めました。20歳で結婚しまして、21と23で息子と娘を出産して、もう本当に普通の専業主婦をやってました。それなりに充実していたし、子供たちも可愛いし、まあ、主人は猛烈サラリーマンでしたけれども、まあ、こんなもんかなと思って普通に暮らしてたんですけれども、まあ、そうこうしているうちに年上の主人が、自分も30年会社員をやったのでそろそろもういいかなって言い出して、じゃあ次何やろうかって言った時に、自分の口からポンとパン屋さんやりたいって出たんですね。主人も面白い人なのでいいねって、なんかもう本当にわけわかんない感じで2人で、じゃあどうしようかってなったんですけれども、土地と出会ったり人と出会ったり、いい出会いがたくさんあって、本当に奇跡が積み重なってパン屋をやれることになって、そこからもう本当に無我夢中で一つずつこなしてきて今があるっていう感じですね。実家も商売をやっていて、高校ぐらいになってその実家の商売も傾いたりして、なんで私がこんな辛い目に遭わなくちゃいけないんだろうってその時は本当に思って、こんな家に育たなかったらってよく思ってたんですね。でまあ年を経てくると、あ、父や母もそれなりに一生懸命生きてたんだなっていうことがわかるし、あれがあったから今の自分がいて、あれがあってよかったぐらいの過去になってるんですよね。もうそのことに気づいた時に、あ、本当に自分次第なんだなと思って、おかしなパン屋だって言われるんですけど、お客様が満足することだけじゃなくって、従業員も幸せになってほしいし、自分自身の幸せってどこにあるんだろうみたいなことをよくやっぱり考えていたので、自分が関われる社会をもうちょっといいものにしたいなと。あと、これもタリンにアイディアをもらって、タルトタタンを四角で焼いてみたらすごい可愛い。何がいいかな。結構ネーミングから入りますよね。入りますね。そうです。大事なんですよ、やっぱり。そうそう、だから今振り返って、どうしてパン屋とかギャラリーをできてるんだろうって考えるんですけど、こうやって自分なりに頑張れたのはやっぱりあの実家で育ったから、反面教師的な気持ちが力になったと思うんですね。まあ、そう考えると小さい頃の記憶だったり思い出があるからなんだって気づかされて、なんか嫌だったなって思う実家も、まあ、極端な話本当に、あ、みんなありがとうみたいな気持ちになれるんですよね。自分の中でしっかり優先順位を持っているっていうのは大事だと思うんですね。ああ、もう考えるのくたびれたって別に放り投げてもいいんですよ。何やっても楽しくない、仕事もつまんないし、なんか結婚したってどうなのみたいな、なんかそういう時に、あ、もしかしたら外側の価値を基準にしていた友達が、あ、素敵な彼ねっていうタイプを好きになっていたとかね、それって本心じゃなくって、まあ、見栄だったり世間体だったり周りの基準で生きてますよね。だから面倒くさいけど
私はどうして生きたいんだろうっていう、そのことを考えていればおのずとそういう人との出会いもあるし、気づきがあるんですね。今だってやっぱり不安もありますし、これからどんどん元気になるわけじゃないし、なかなかやっぱり手放しに自分が幸せになっていいんだろうか、こんな幸せがいつまでも続くはずないよなっていう自分がいるのね。ペイットフォワードっていう映画が大好きで、それはなんか先にいいことをしちゃうっていう映画なんですね。なんかそれいいなと思って、今大変だけど楽しいこともないわけじゃないし、笑えることもあるし、なんか先に笑っちゃうといいことが寄ってくるみたいな、前進することもできない、後ろにも下がれない、じゃあ足踏みしましょうみたいなね、うん、いいでしょう。振り返るといろいろ大変だったけど、いやあれは自分のやっぱり肥やしになったなって思えることって本当に幸せだから、いただきます。